中国人が運営すると見られる薬の通販サイトで注文したものとは違う違法な成分を含んだ薬が送られてくるなどのトラブルが複数起きていることが分かりました都内に住む男性は日本人の知人からの依頼でおととし9月ごろ通販サイトで3回に分けて5種類の薬を注文しました。東京税関によりますと 男性が注文したのは合法な薬でしたが、配達されてきたのは、飲むと覚醒剤と似た症状が出る指定薬物を含んだ違法なものでした。サイトの運営者は中国人とみられています。中国などからの違法薬物の密輸が増えていることから、税関が郵便物を調べて発覚しました。他にも同様の事例が確認されていて、東京税関は、 罪に問われる可能性があるため警察に通報するなどの対応をしてほしいとしています。